というわけでですね、私の、ミックスを聞いていただきました、はいはい、DJ お疲れ様でした。ありがとうございました。最後しっとりな感じで良かったですね。 ありがとうございます、はいはい、今回ちょっとテクノ攻めで、はい、テクノ攻めですね、はいはい、そうですね、この後マッシュアップ講座が始まりますから、はい、マッシュアップは買わないんですか？いや、そうそうないと思うんですけど。そうそうないんですよね。そうなんですよ。サウンドクラウドで最悪こう落とすダウンロードしてですね、お隣にいるんですし。そうですね、うん、はい、そうですね。じゃあここで改めまして、はい、今回のゲストとして来ていただいたトンカプさんを、はいはい、自己紹介したいと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、なんかね、もともとなんかトンカプさんに会ったのが私は10年ぐらい前に遡ってしまうんですけれども、うん、お話ししますか？ぜひぜひ。お相手、2人でちょっと一回出会いとかそういったとこ、まあそういったところちょっと話しつつ行っていきましょうかなと。なんですかね、クラブでなんか、はい、そう、あのね、覚えてるのが私あの渋谷のシフティですね。シフティ、あのシフティっていう小箱があるのは皆さんご存知かな？はい、あ、みんな知ってますね。はーい、はーい。シフティ、なんだ。あのね、シフティで、あのプログレッシブハウスのイベントですね。あの、多分ね、これね、ずれちゃうと思うんだけど話、あ、ずれるっていうか。聞いてる人にはちょっと分かんなくなっちゃうと思うんですけれども、私がなんかこう10年ぐらい前にすごい仲良くしてたっていうか、今も交流を取ってるんだけど、プログレッシブハウスでトラックとかを作っている子がいて、で、まあやばいトラックを作ってる人がいるから、その人をあのイベントに呼ぶんだよっていうことで、あのイベントに遊びに行ったらトンカプさんがいらっしゃったっていうことなんですよ。はい、でね、うん、ビートポートからもね、その時あのリリースしてる人だっていう風に聞いてて、うん、そう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 、してるんでしょ？してないけど、してないの？してないけど、どのデマ情報なんだろう？どうなんですかこれは？ちょっとツッコミを。すみません、それそのデマ情報ちょっとないですよ。こうなんかね、あえて嘘でもリリースしてるってちょっと言っちゃってもよかったぐらいの。実はリリースしてます。だから知ってました。それは本当嘘。いや、嘘ですけどね。ノーノーで答えたか。はい。はい。うん、でもね、あの自作の曲とか割となんかね、はい、ハッピーテクノとか。そうそう、10年ぐらい前から結構まあちょくちょく作ってはいて。はい、ですよね。まあ。最初はもう、まあ、知り合いにも CD を渡したりするぐらいの活動でやってて、はい、それで10年前かな、10年前かはい、まあ、一時期こうライブとかも、はい、うん、その青山の8とか、あ、8、うん、とか、うん、こういうとこで結構やってたりして、まあそれからだ、まあ結構ブランクがあって、はい、まあ、最近やってまたドライブとか呼ばれたりして、やってますね。まあ、やってる感じ、活動的でね、うん、面白いなっていうふうに思ってて、ありがとう。割とあのそうなんですよ、あのトンカプさんはどういうことをねやってるのかなっていうふうに私も気になってて、はい、あのサウンドクラウドで結構ちょこちょこチェックさせてもらったりとか、ツイッターであのこういう曲を作りましたっていうふうにアップしてるのをチェックさせてもらったりとかするんですけど、なんかね、マッシュアップに結構力を入れてるっていう印象が非常に強くて、はい、ね、そうなんですね、サザエさんがあんなことになっちゃった。あの CM のあのソングがああいう風になっているとか。そういうものがね、多いから、なんであのそもそもマッシュアップに力を入れ始めたんですか？それはですね、はい、まあ、もともとうちあのリミックスするのが好きで、まあ、もともとうちの影の代表曲って、デンジマンの、まあ、うちの曲じゃないんですけど、まあ、デンジマンの、デンジのリミックスをやって、まあ、あれ結構受けてて、うん、まあ、そういうのをよくちょくちょく作ってたんですけど、はい、なんですかね、あれのきっかけになった、マッシュアップを作るきっかけになったのは、なんか、はい、まあ、そのサザエさんの話って言ってましたけど、はい、
サザエさんのその最近出たじゃないですか、あの音源。サザエさんの音源、前回書いてる音源。あ、そんなの出たんですか。出てるんですよ。それをまあちょっとゲットしまして、これなんか使えないかなって思って。まあ最初はそれ、まあリミックスやなんか作ろうかなって思ってたんですけど、まあ面倒くさい。はい、どうですか、そのめんどくさいってさ。いやいや、めんどくさいって、あれですよ、曲作ってる側からしたらそれちょっとめんどくさいってのはないんじゃないかという気がしますけども。確かに。じゃあその、はい、それでまあこんな感じのトラックと合わせるとこれ面白いんじゃないかなっていうのあって、まあ、マッシュアップだったら、もう発想からもう最後の仕上げまでがすごく早くいくんですよ。ああ、はい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 。まあ、基本的にあの DJ ミックスと同じで、もう、まあ、ミックスするだけなんで、まあ、あとまあ尺とか合わせますけど、合わせて、まあ、すぐに、まあ、アップできて、しかもすぐ反応が来るっていうことで、まあ、はいはい。それで、まあ、まあマッシュアップをよく作るようになったっていう。ああ、なるほど。でもなんかね、でもね、すごいとなって思うんだけど、そのめんどくさいって言いつつも、その曲を聴いてると、なんでこの曲のボーカルとこの曲のブレイクの部分が合ってるのかなとかすごく思うんですよね。そうそうそう。そこはやっぱりあの、なんつうのかな。そのまあ、まあ元の最初にやるのは元の曲の BPM をちゃんとまあ測定して、はいはい、それに合ったような曲なんかあるかなっていうのをいろいろうちのストックから探し出して、うん、まあ、それを一旦ミックスさせて、うん、でまあ尺を合わせて、うん、このなんつの、うん、ここのブレイクのところにはこれを使ったら面白いんじゃないかっていうのをいろいろやってみると、こうなんつうの、面白いって面白いって言います。それでちょっと合うようにちょっと設定して。あ、そこってね、あの微妙にこうなんか操作がすごく必要だと思うんですよ。あの自分はなんかね、ここ今ぶっちゃけの話になっちゃうんですけど、曲作り挑戦したことがあるんですよ。あ、そうなんですか。なんでここでっていう感じなんですけど。初めて聞きました。あのたかが3分とかそういう曲でも、あ、なんかこことかこうやんなきゃなとかすごく考えるから、なんかね、豆さをすごい感じるんだけど、マッシュアップってね。マッシュアップの場合、その、そのリミックスと比べてこう融通が効かないっていうのがあって。あ、そうそうそうですよね、そこすごい難しいと思うんですけど、違和感なく合わせるのはちょっと確かに難しいっていうのはあったりして、まあ、原曲も、もう本当にもちろんあのダンスミュージックとしては作られてないから、はい、ですよね。やっぱあの普通の4拍子単位でこう、なんていうのかな、作られてないから、変なところで展開変わっちゃったりとか、あ、ですよね、ですよね。その、それに合わせるダンスミュージックの方もまあちょっと、まあ、ループさせたりとか、まあ、短く聞いたりとか、まあ、エフェクトかけたりとかして、まあ、それを合わせるようにするっていう、まあ、もしくは原曲の方もちょっとループさせたりとか。なんかあのサンプリングコラージュに近いんですか。サンプリングコラージュに近いですね。もともとこういう手法ってなんかもうサンプラーができる前から結構あったっていうか、テープエディットっていう、知ってます。そこにこうやってたのはもう今、まあ、その時は本当にはいって感じだった。今はもうそのエールのライブとかでも簡単にできちゃう。あ、そうなんだ、時代が変わりますね。そうですね、本当は便利になってますね。ねえ、ここであの時代とかそういうのちょっと。もうエイブルトン結構前からいますありますし。そこでちょっと時代をね感じちゃダメですよ。
だからって言ってもさなんかね、うん、そんなこと言われてしまったんですけどねえ、うん、だからって言ってもそんなところで知ったかぶりをしたりとかそういうのも私は良くないなと思ってるから、うんうん、うん、そういう感じで、まあ、まあ今は結構作ってる感じですね。うん、曲も相当聴いてますよね、思うんですけど。ああそうそう、あのジャンルとかも本当なんかいろいろ聴いてるなっていう印象が強いんですけど、 あれはですね、まあ、まあうちが拾ってる曲もあるんですけど、まあ、はい、うちのドレーンって言ったらあれですけど、ヨンマさんっていう人が、あ、いろいろ曲を紹介してくれるんですけど、はい、でそこからまあ結構拾ってきてもらって、うん、まあ、そこからインスパイアされるっていうのは結構ありますね。うん、まあ元々の曲はダンスミュージックからかけ離れてた方がよりマッシュアップしやすいっていうのはありますね。そうですね、うん、あのクラブミュージック以外のものだと割とこうなんか渋めのところついてるなって気がするんですけど、うん、ね、うん、確かにそうそう、なんかこの前その、まあ、はい、まあ今日やるような感じでマッシュアップの DJ セットやってるのになんかとある人にあのトンカプさん昭和っぽいですねみたいなことで、あそれ私も感じましたねそうなんですよ、あのマッシュアップでミックスしてるのがそのサザエさんだとか、あのデンジマンだとか、あと本当に昔の CM ソングだとか、これからバンバン飛び出してくるんですけれどもね、なんかねそういうところからいきますよね。あ、これこうやるのかっつってさ、まあ、そっちの方がやっててやまあやりがいがある感じ。逆に最近のやつ結構あのダンスミュージックの要素が結構入ってするから、うん、まあ、マッシュアップするにはちょっとやりがいがないかもしれない。そうですか、うん、なんかでも割とダンスミュージックの方だと新しめのところからこうバンバン取ってきてるような気がするんだけど、なんかね、あのもちろんあの昔 の, あのアーリーレイブとか、うん、そういった方からもこうちょっとこう入れてみたりとか、あ、懐かしいあのクラブミュージックのあれだって思ったりとかもするんですけれども、あのジュークとかフットワークミュージックにも結構あの観点持ってるじゃないですか。そうですね、ね、うん、ダブステップとかね、ダブステップとか、うん、ね、それがなんかねすごいなと思うんですけど、うん、いや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 ね、うん、なんかねあのナチュラルで大丈夫ですよ、じゃあ他の、うん、もうちょっと質問があったら質問質問タイムで質問タイムね、どうなんだろうな、あの自分で作ってて、はい、あ、これこういいなって思ったのってなんかそういう瞬間ってありますか？そういう瞬間、うん、やっぱりそのなんつうの、その原曲の決めのタイミングとそのマッシュアップス合わせる曲の決めのタイミングがぴったり合った時ってすごい快感ですかね。そうなんだ、それやっぱり、うん、ね、これ実際合わないだろうなって思った時にもうこうやってみたらこう合ってみた、合った、がっつり合った、そういう時は本当に楽しいです。あ、そういうのあるんだ、だからこちら側としたら聴いてる側としたらどの曲も合ってるから素晴らしいなって思ってしまうんですけど、結構いろいろやっててやってるんですよ。ほー、まあ、結構合わなかったです。まあ、ボツになっちゃった。ですね、じゃあノブさんからも質問を投げた方が、はい、どうも、はい、初めまして、はい、あのじゃあちょっとあ僕も曲は作ってるんで、そうなんですね、はい、でそまあソロ側からちょっと聞きたいなと思っていて、以前前に
ですね、僕あの工事現場とかの、はい、ああいう、まあ、インダストリアルっていうんですかね、工業用の音、あれとダンスミュージックを合わせたいと思っていて、なんかそういうそれ用の CD とか売ってたんですよ。あ、効果音の、そうそう、あのドリルのドド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 とか、そう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 、うん、でそれを使おうとあの必死になったんですが、はい、合わない、どうにも予定値に合わないとそうそう、これ普通にノイズでいいんじゃないかっていう、うん、感じになってしまいながら、はい、でどっかで入れたいと思って、はい、最終的にブレイクに無理やりぶっ込んだ記憶があるんですよ。そこのセンスっていうのがやっぱ問われると思うんですよね。でもそこを多分もしそういったドリルの工業用の音を使うならばどういう感じで入れたいかなっていうのあります？難しい、工事現場とかそれをね、あの過去にやって、うちが使うとしたらもうなんか変なタイミングで、まあ、ドンドンドンキーンぶっ込む感じですね。感じで、あもしくは、まあ、ブレイクのところで最後にそのガーガーガーっていう音を、うん、はいはいはい、まあ、徐々にこう上げていくかっていう、あのスネアロールみたいな感じで、はい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 、って感じですかね。なるほど、そういう、あそういう方法もあるっていうことですねどうにもこうにも、その時なぜか、こういうダダダダダッというさ、なんか地面、道路を固めるような音、はい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 、あの音を入れたいって、それしか考えてなかったんで、それでちょっと失敗したっていうか、どうにもこうにも合わなかった記憶があったんで、はいはいはい、うん、まあ、それ、まあ、そういう飛び道具はやっぱ、なんていうんですか、ずっと鳴らしとくと、うるさいっすよね。ずっと鳴らしとくとうるさい。うん、だから、まあ、そうですね、アクセント的にこう、うん、まあ、2小節、4小節、4小節だったら最後の小節でいきなり流すみたいな、あ、はいはい、感じにやると効果的かもしれないですね。あ、なるほど、あの俺フェードインフェードアウトでちょっと入れてちょっと下げるみたいな、はいはいはい、それさりげなさでやっちゃったので、その時逆にそれはもう表に出しちゃった方が勉強になりますね、はい、そういうことなんですね、うん、で、あれす、あのたまちょっと聞きたいんですが、はい、あともう一つ、あの全然関係ないこ視点を変えますが、吉幾三の、はいはいはい、ほら東京サイクだってよく、あれは結構マッシュアップで YouTube で流れてるじゃないですか。流れてますね、うん、はい、うん、あれちょっと聞いてて面白くて好きなんですよ、あのシリーズ。何気にうちも好きですうん、ありますね。そうそう、あれは本当に、うん、やっぱあれってやっぱすごいなと思うんですよね。はい、で正直あのダンスミュージックものもあったんですけど、まあ、結構僕の好きなバンドでバトルズっていうバンドがあって、はい、そのバンドとオラ東京サイクルのマッシュアップっていうものすごいのがあって、思いっきり当てて思いっきり違和感なさすぎて笑いた時だったんで、はい、あれはね、あの好きなんですけど、やっぱあれって嫉妬しますね嫉妬嫉妬は、まあ、あんましないですね。あ、しないですか。でも、まあ、そこの、まあ、うちがマッシュアップやる場合はもうそういったもう手垢がついたものはやらないっていうこだわりですねでもうそれはもう他の人がもういっぱいやってるんで、はいはいはい、違いなくていいかなっていう、ああっていうのはありますね。ああ、なるほどいやもうそこにはもう絶対踏み込まないというか、うん、もう今さら今さらやってもという、そのうん、まあまあ吉幾三のやつ、まあ、これから書きますけど、うん、あの、はい、あれじゃないですか、僕は東京サイクルじゃないですけど、あ、はいはい、まあ、あれじゃないやつを書きますけど、いや、ぜひ聞きたいです、うん、はい、お楽しみに、はい、じゃあ、いきますか、ピクシーさんの、よし、行くぞ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 作ってたんですね、でも、あ、はいはい、まあ、まあ、後で行きます、うん、ね、あのサウンドクラウド割とチェックしてて、よし幾三ものは見当たらなかったんで、あ、うん、結構まあそこそこ
回ってますね。あ、そうなんですか。そこそこ人気あります。へそっかそっか。ね、なんかその発想がね、でもなんかね、その吉幾三の話を聞いてて思ったんですけど、確かにね、もともともうこのマッシュアップがもう存在してるよっていう時点で、自分も作ろうかなって思ったら、もしも自分がその立場だったら、いやなんか作りたくないですよね。なんかさ、二番煎じ的な感じもするし、こうひねくれちゃうっていうかさ、だったらないのあさって作ろうよっていう風にね、思っちゃいますよね。ない、そうそうそう、そうですよね。ないところからちょっと掘り下げていって、この曲はひょっとしたらこうみんなのこのツボにこうビギってくるのかなって思って、これとこれをじゃあっていう風にそうなってくるようなまあそうですね。まあそういうすごいみんながやってるやつにまあ混ざるっていうのはよくわかるんですね。そういうお祭り感覚でやるっていうのを、まあ自分はでもそこは やんない方が受けはいいかなって。ちょっとマッシュアップとかからずれてしまうんですけれども、はい、胸をハウス流行ったじゃないですか。 あれってどうでした？トンカプさん的にサンプリングですけれども、基本的に、はい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 、はい、あでもあれは自分的にはあんまり面白くなかった。あそうなんですね、割と面白がってちょこちょこ聞いたりとはしてたけど、あとねここ最近だと私もこれなんかサウンドクラウドとか、はい、あとツイッターでちょっと話題になってたりとかしてチェックしてたりとかしてたんですけど、はい、パンダボーイさんって知ってます？あ、はいはい、あれ知ってますよね。やっぱりあの人も結構サンプリングバンバンするじゃないですか。あ、ね、倍返しのあれ何でしたっけ？とあれ半沢、そうそうそう、はい、半沢、はいはい、あれとかなんかこううまくポンポンポン入れて、はい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 、そう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 、おもろいなって思ったんですけど、あ、まあ、確かにあれサンプリング使いたくなっちゃいますよね。あれまあ分かりますね、気持ちはね、うん、でもサンプリングとはまた違うっていう感じでね、マッシュアップの方はね、あああ確かに、サンプリングっていうか、そのなんつうのリミックスっていうか、そういうのはなんか原曲、まあ原曲半沢のやつは原曲じゃないけど、あ原曲を壊すっていう方向にいってると思うんだけど、まあ、マッシュアップっていうのは、まあ、原曲を壊さないで、まあ、原曲の持ち味を生かす方向でいく感じ。そうですよね。例えばリミックスだと、まあ、エフェクスインとかすごい昔、すごい昔は、なんだっけ、どこら辺だろう、アルバムで言うと I care because you do でもないし、昔よくリミックスやってた時期があって、あった、なんかさ、コンピレーション出てましたよね、それなんか20曲ぐらい入ってて、爆竹とか、そうそう爆竹、そう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 、で、エフェクスツインがあれ、はい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 、原曲自体はクソだって言ってて、あーそれは原曲も本当に全然その元の形を壊した状態で作ってたのあるじゃないですか、うん、そういうありますね、まあそれがまあリミックスのまあ極端な話で、まあその持ち味っていうか面白さだと思うんですけど、マッシュアップはまあその持ち味を生かすことだと思うんですよね。ね、じゃあそしたらね、ノブさんに聞いてみようかな。ね、原曲を壊さないで、そういう話が出ましたけれども。その持ち味をいかに生かしてって、そうですね、その持ち味を生かすっていうね、うん、ことに関しては本当難しいと思うんですよ、うん、ね、今これでちょっと思い出したことがあって、サンレコってサンレコーディングマガジン雑誌あるじゃないですか、はいはい、あそこでだいぶ前なんですけど、で電気グルーヴのリミックスコンテストってのがあったんですよ、はい、あったんですか、はいはい、その時ね、もののけダンスをリミックスするっていうコンテストっていう企画があって、
ってなんか応募したんですよ、はいはい、まあ、でその時、正直リミックスなんで多分原曲を、まあ、そのさっきのお話から言うと壊す方向というか、まあ、いかにそうなるかっていう感じでやっていかないといけなかったのかもしれないですけど、結構個人的にはまあいろいろ音とこに結構音ごとにパートが分かれているような付属の CD が CDR がついてて、でそれでやってたんです。でただ正直僕はベース音とか全部取ったんですよ。つかなかったんですよ。もののけでダンスってとこだけ使ったんですよ。ボーカルのとこだけ、ボーカルのとこだけ使ったんですよ。で、まあ、個人的にはいい感じだなっていうのはできたんですけど、やっぱりその壊しきれたかっていう思いっていうと、はいはい、壊しきれてなかったんですよ。それが難しいなって思いまして、で、まあ、さらにオチを言うと、はい、当時締め日があるじゃないですか、はいはい、当日景品有効とかの、はい、結構ギリギリ前に送って切手の金額が足りなくて戻ってきたっていう。じゃあもう あっちには渡んなかったっていうっていうオチもあったんですけど、なんか20円ぐらい足んなかったっていう。確かに、うん、じゃあ OK、じゃあ、そうですね、じゃあそんなアホな話はもうそろそろあれで、そろそろ一回行ってみます、やりましょうか、さんのライブをちょっとね、はい、ちょっと楽しみにしてますんで、ぜひ、はい、10分押しです、10分押しです。はい、もう10分押しじゃん。いや、すいませんが、じゃあ用意の方よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。